い、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。それではパズドラやっていきたいと思います。ちょっとね、自分の声がですね、これなくていいかもしれんな、マジと思ったら。ちょっとな、聞こえる感じにしましょうか。こうしたら自分の声が入りやすくなるって言いますか。あとそうですね、入ってみたらどうせもう音が入らないから、こうなるだけでいいや。これでちょっとやってみましょうか。ちょっとテスト的な録画じゃないですけど、これでやってみます。協力プレイで無限回路、壊滅、無限回路、これをちょっとやってみたいと思います。6号か。6号パッですね。あんまり見たことない。紙切れは3つ持ちなんで、ゲームイズの評価ではサブ評価は9でしたね。僕か、あれ、なんかバグったぞ。あ、間違えた。何だったの今の。水滴がついたかな。カミキラーじゃないから、カミじゃないから、あんまり。出るものなんですね。あれ、あれ、まあ、まあいい。があるあってな、定義やダークメロンか。あ、自分前はダークメロン持ってました。クイックボムを使いたかった。ポイズンが多い。ポイズンだらけですね。あれ、スキルがない。これはどうしようかな。行ってみますか。ましたね、コンボパの天敵。そうだ、こいつ神、いや神じゃないんだ。一回記録号の首が刺さるとか見てみたいです。
まあ、蝶さんみたいに持ってる方は、あの、指減らしてくるキャラは本当に何も怖くない。むしろ、それループばっかりなんで、全然怖くなくなるみたいなとこあります。まあ、イザナミとか、あいつは一撃に一撃とか攻撃してくるんで、あんまり悠長にはしてられないですけど。追い打ちになってた。そうですね。追い打ちになるんでした。コットンが追い打ちにしたから。あ、もう行きますね、これ。ふたすると僕やばいです。これもう死んだかも。王者くせずに、ハウト、組めなかったですね。ああ、ダメかな。この時代。これ組めたらですね。あ、これコットン、アヌビス使ってギリギリですね。感染。これ、ああ失敗した。どうだろう。ああダメだ、死んだな。ああ、まあ、しょうがない。それでは実況を終わりたいと思います。お疲れ様でした。